ロンドンキングスクロス駅に停車中のインターシティ125。国鉄時代のインターシティ塗装、1988年。ファーストグレートウェイスタンの HST インターシティ125は、イギリスで1976年に運行を開始したディーゼル高速列車のブランド名である。HST とも呼ばれる。イギリス国鉄の HST 計画によって、開発された特急車両で、 HST とは、ハイスピードトレーンの略。125は、運転最高速度に由来し、メートル法での時速200キロメートルを、ヤードポンド法に換算した、時速125マイルを表している。無縁、非電化での時速200キロメートル運転は、世界初だった。1976年に253型が、ウェスタンディージョンに投入される。 1977年5月の下記ダイヤでは、ブリストル及び南ウェールズ方面の機関車、牽引優等列車をすべて置き換えた。1977年に製造された254型は、1978年5月夏ダイヤから、イーストコースト本線で、フライングスコッツマンをはじめとする優等列車に収益を開始し、1年以内に55系ディーゼル、機関車の運用を置き換えて、 ロンドンエディンバラ間の所要時間を最大1時間短縮した。以来着々と路線網を拡張し、1995年にはグレートブリテン島内で全ての完成を走り、ロンドンの各ターミナル駅と各主要都市を結ぶまでになった。そのうちの多くを日帰り券に収め、運行本数では各路線とも1時間に1本で利便性も良く、 ビジネスレジャーの両面で人気を博した。1995年当時でのロンドンと各使用都市の所要時間はほぼ以下の通り。ユーロスター登場後はウォータールー駅に発着し接続する列車も設定された。1両あたり 2250HP のパックスマン製 V 型12気筒ディーゼルエンジン1機を搭載した電気式470トン級の43型ディーゼル機関車を 編成の両端に1両ずつ、計2両配置、その間に、マーク3客車を6両から9両を組み込んだ固定編成を組む。登場時は純動力集中式の機動車扱いで、形式も253型、254型であったが、後に動力車が43型、客車がマーク3に解消された。機関車のエンジンは後に、マトゥー製に換装された事例も生じている。 客車内は開放式座席で一列ごとの通路を挟んだ座席配置は一等車が一人と二人の三人掛けで二等車が二人ずつの四人掛け窓を挟んで相対する座席の間にはテーブルが設置されている1994年のイギリス国鉄民営化後もイギリス各地の鉄道運行会社及び鉄道車両リース会社で広く用いられているイギリスの線路を保有 管理するネットワークレールは HST を改造し、軌道検測用の機器を搭載した総合検測車 NMT を保有している。また、オーストラリアニューサウスウェールズ州のカントリーリンクは、このインターシティ125をベースとした XPT を導入し、1982年からシドニーを起点として運行されている。東海岸本線のうち、 電化が完成したロンドンエディンバラ間で完結する列車については次世代のインターシティ225に運用を譲り HST は主に非電化区間へ直通する列車に回った2000年代に入ると後継の新型機動車が登場しアルストム製コラディア1000シリーズの175系180系アデランテアボンバルディア製ボイジャーシリーズの220系ボイジャー 2 2 1系、スーパーボイジャー、2 2 2系、メルディアンなどが導入された。1 7 5系以外は最高速度が HST と同じ時速 200km であり、動力分散方式のため HST よりも加減速性能が高いが、車内の静寂性に難がある、等を理由に2010年代に入っても HST は第一線で運用されてきた。しかし、 都市間高速鉄道計画の一環として、日立製作所製の800系及び801型が投入され、グレートウェスタン本線系統では2019年にロンドンパディントンを発着する列車から撤退、東海岸本線でも同年より置き換えが進んでいる。なお、一部の列車はスコットランドに転属したり、編成を短くして運用されている。ありがとうございます。